スーパーサイヤ人ゴッドになるには正しいサイヤ人が5人必要だっけ。よくわかんねえけど、要するにサイヤ人らしいサイヤ人ってことだろ。よし、それじゃあ私が認めるくらいに強いサイヤ人を探してやるぜ。あんたにも手伝ってもらうか。それじゃ行くぜ。なんか覚えのある木だな。さてはサイヤ人だろ。ちょっと相手してくれよ。どのくらい強いか確かめてやるぜ。わお兄さん誰？なん強そうだな。いいぜ、かかってこいよ。まだチビのくせにやるじゃねえか。手加減はなしだぜ。すっごく強いね。どっから来た人なんだろう。くそー、次は負けないからな。負けちゃった。よし、これで射程2人追加だな。次行くぞ。おお、孫悟飯じゃねえか。今サイヤ人集めてんだ。あんたも来いよ。ついでに手合わせ頼むぜ。いきなりだな。でもいい修行になりそうですね。はっ、ほい。遠慮なく立ってらっしゃい。さすがだね。僕も本気で答えないと。してるな、驚いたぞ。私負けたくない。どこにこんな力を隠していた。フュージョンの時は空になったな。ちょっと食らわせてくれた。お前のような戦士がいるとはね。よし、絶好調だな。この調子で次も行くぜ。見つけたぜ、孫悟空。え、一応やったー。いいぞ、かかってこい。やっぱ強いって言えばあんただよな。一番強いのは私だけどさ。おい貴様、そのセリフは聞き捨てならんぞ。おお、あんたもやる気だな。そうこなくちゃ、まとめて相手してやるよ。
やるな。こっからはもっと飛ばしていくぞ。生半可な相手ではなさそうだな。これは俺の限界だぞ。これができたな。おい、こんなところでやられるやつがあるか。悪い、油断しちまった。誰もいねえじゃん。うん、こっちに来たと思ったんだけどな。うん、この木もしかして。あ、姉さんの、姉さんの子だ。うわ、どうしたんだよケール。なんで先に出発しちゃったんですか。一緒に行くって約束してたのに。よく寝てなって思っちまって。それに私じゃない人と一緒に、そんなの、そんなのずるい。もうやべえぞ。ここであいつ怒らせたら。謝るにしたって一旦落ち着けねえとな。あんたも力貸してくれよ。やっぱ強えな、ケール。ビリビリ来るぜ。私だって私だって。あっちゃ、聞こえてねえな。あ、いや、あと一押しだ。行くぜ。なケール、悪かったって。機嫌直してくれよ。だって私も姉さんと一緒に戦いたかった。一緒にな。あ、そうだ、あんたもうちょっとだけ付き合ってくれよ。派手に暴れていい場所で待っててくれ。よし、行くぞケール。姉さん！待たせたな。あんたとも戦いたいと思ってたんだ。合体戦士の力見せてやるぜ。
私が押されてる。でもこのままじゃ終わらねえ。目に物を見せてやるからな。姉さん、ごめんなさい。こら、謝るんじゃねえよ。ゴッドだのなんだの言う前にもっと鍛えておかねえとな。一緒に付き合えよ、ケール。